結婚すると旦那様の父、母も家族になります。どんな人がお父さんになるだろうと緊張した花嫁さんも多いはずです。そこで今回はお父さんだったらいいなと思う芸能人ランキングを紹介していきます。このランキングは20代、30代花嫁の投票をもとに作成されています。皆さんがお父さんにしたい芸能人はありますか？コメントでぜひ教えてください。お母さん編は後日公開予定です。チャンネル登録をしてお待ちください。2012年から人気シリーズ孤独のグルメで主演を務める松重さん、多数の父親役を演じていますが、持続可能な恋ですかで上野樹里さんと親子役で共演しています。回答者の花嫁からは、可愛らしいお父さん、清潔感がある、渋さがかっこいいという意見が挙げられています。松重さんは奥様、娘さん、息子さんの4人家族です。息子さんは結婚しているようなので実際にお父さんと呼ばれているかもしれません。堤さんもお父さん役で数多くのドラマ映画に出演されている俳優です。妻、小学生になるに出演し、愛妻家の父親役を熱演。ドラマの現場では共演者の仲を取り持つムードメーカーの役割も率先して引き受けてくれるとか。花嫁からは、気さくで話しやすそう、相談したらどんなことにもポジティブにしてくれそう、孫を溺愛してくれそうとの意見が上がっております。堤さんは2013年に結婚しており、奥様は16歳年下の美女で、お子様も2人いるとのことです。小学生くらいの年齢なので、お父さんと呼ばれる日はまだ遠いですね。テレビドラマのみならず、問い、ストーリーの美役もこなす俳優がランクインしました。エール、いや、ボイス、でも、父親役をコンスタントに演じています。花嫁からは、どんなことも信じて応援してくれそう、すごく頼りになりそう、家族の休日が充実しそう、などが挙げられています。奥様は、女優の山口智子さんであり、芸能界屈指のおしどり夫婦として知られています。お父さんが唐沢さん、お母さんが山口さん、緊張してしまいますね。タレントとしてバラエティ番組で大活躍のひろみさん、部屋のリノベーション、リフォーム、トライアスロン、カーレースなど多趣味で知られています。最近では奥様の松本伊代さんや息子さんたちとの仲睦まじい姿を YouTube で見せてくれています。愛妻家としても知られ、花嫁たちの評価も高いようです。家族をすごく大切にしてくれそう、どんな失敗も突っ込みながら優しく教えてくれそう、どんなことも信じて応援してくれそう、などの声がありました。旦那家族間の仲が良いのは、花嫁からしても関係を築きやすいかもしれませんね。個人的には親夫婦が仲良くのは憧れます。タレントの所さんがランクイン。日テレのわらこら世界丸見えで司会をこなしています。明るく親しみやすいキャラクターで、回答者からはいろいろな遊びを教えてくれそう、ユニークなお父さんって感じで毎日をもじろそう、気取っていない感じがかっこいい、孫ができたら良い祖父になってくれそうとの意見が上がっています。世田谷ベースにぜひお邪魔したいですね。ひろみさん、所さんと余裕のある男性芸人が続きます。朝ドラでも父親役を演じていた大泉さん、ドラマだけではなくバラエティでの活躍も印象にあるのではないのでしょうか。回答者からは、おっちょこちょいなところも許せちゃう、どんな時でも笑わせてくれそう、面白くて頼りになりそうと、大泉さんの面白さがランクインの要因になっていることがわかります。大泉さんには娘さんがいるそうです。娘さんを溺愛していて、話をすると止まらないとか、娘さんにはおおらかに育ってほしいという願いがあるようです。2枚目俳優として他の追随を許さない竹野内さん、 TBS の義母と娘のブルースでは良き父親役を演じ、視聴者に感動を届けてくれました。穏やかで柔らかい空気に包まれた笑顔が素敵、パパ役の竹野内さんがこんなに素敵だとは。イケメンで若々しいお父さん、竹野内さんは現在52歳で独身です。こんな色気のある50代はいるのでしょうか。結婚したら竹野内ロスが起きそうですね。TBS「パパと娘の7日間」で
新垣結衣さんの父親役を演じました。西部警察や危ないデカの代表作は、今の若い世代は知らない人も多いでしょう。花嫁からは紳士的で優しそう、渋さがかっこいい、まさにダンディーという言葉がぴったり。トワイルドな雰囲気よりも落ち着いた大人の色気を評価されてランクイン。タチさんは後輩の面倒見が良いことでも知られ、優しく頼れる存在です。いざという時に頼れる存在が人気の秘訣かも。渋さが憧れますね。タチさんはご結婚されていますが、お子さんはいないようです。スマップとしてデビューし、現在はソロで活躍中です。木村さんは様々なランキングで上位に入っていますが、お父さんと呼びたいでもランクイン。私生活ではココミさんとコウキさんと時折見せる仲の良さが話題に。イケメンパパ、お友達みたいなお父さんになってくれそう。どんな相談にも真剣に向き合ってくれそう、との意見が集まりました。個人的にはキムタクの前では緊張してしまって生活しにくいかな。そしてお母さんが工藤静香さん、遊びに行くときにはスーツしか着ていけない雰囲気です。そんなことも考えてしまいますが、木村さんからは人として学べるところが多いと思います。お嫁さんだけでなく、お嫁さんのお母さんも虜にしてしまいそうですね。1位は俳優の反町隆史さんです。私生活でも2人の娘さんのお父さんで、公の場でも娘さんとのエピソードが語られています。若い時もかっこいいけど、今も大人な雰囲気が素敵。こんなお父さんは理想すぎる、一緒に出かけたくなるお父さん、など絶賛する声が聞かれています。奥様の松嶋菜々子さんとは2023年の週刊誌でデート現場を抑えられています。周囲にはこれまでにないくらい仲がいいと話しているようです。何年経っても奥様を大切にできる反町さんは素敵な男性ですね。お嫁さんも大切にしてくれそう。今回は花嫁が選ぶお父さんにしたい芸能人ランキングを紹介していきました。ランキングに入っている方の特徴として、色気がある、大人の余裕を兼ね備えている、奥様、家族を大切にしている、良きお父さん役を演じているが挙げられます。余裕のある男性ってかっこいいですよね。皆さんがお父さんと呼びたい芸能人はありますか？コメントで教えてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これからも結婚、離婚、子育て、嫁姑の話を動画にしていきます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆さんからのリクエストもお待ちしております。